で、ちょっと感じて取ってほしいのは、自分が、足、左右の足があり、その左右の足のどちら側が、持ち上げにくい。で、おっ下ろすときには今度逆に、ポンと落っこってしまう。で、どっちかの足分かりました。足が持ち上げにくいと。それから地面につくときに音が大きいと。で、もう皆さん、さっき言った話を全部忘れて、顔が正面向いてるの分かります。後ろに倒れるような感じ。だけど、だんだんそれをすると体が変化してきて。はい、じゃあいいでしょう。止まってください。野沢さんね、向こうの端、片足を出すんで。で、その状態で今度は、まあ、最初は両方の足。で、今座ってる時に、自分で座骨分かりますよね。で、そのどちら側により体重がかかって感じ取ってみる。そしたら、今度は、ゆっくり間違えた。で、左のお尻をちょっと持ち上げて、んで下ろしてみる。で、それをするのに、自分はどういうことをしてるか。単にお尻を持ち上げるだけだけど、何を使って。頭は右の方へ行きますか、左へ行き。で、脇は、左の脇は縮まりますか、それとも伸びますか、とも変わりませんか。ちょっと野沢さん見てみましょう。野沢さんの背中見て。頭は少し右の方に移動はしてますけども、だけども脇腹は左の脇腹縮まってますよ。野沢さん、今度さ、左の脇腹を縮めないで、左のお尻持ち上げられます？そう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 。で、さっきみたいに、じゃあ今度左の脇腹縮めてみてください。明らかに違いますよ。で、頭は一見右の方に移動しているように見えますけども、よく見ると左のお尻に近づいてますよ。じゃあ皆さん両方やってみましょう。はい、やめ。呼吸はどうですか？体調大丈夫です。で、左のお尻皆さん外れる。そしたらば、今と同じことやってみましょう。そうです。で、今度はお尻を戻すときに、もっと左のお尻を下げて、誰かがこう引っ張っているように下げさせた。すると逆の脇腹が縮まって、右の脇腹が縮まる。左の脇腹が伸びてくる。左の座骨ずっと床に近づけて、そのためには、自分の体をどうやって支えなくちゃいけない。はい、休み。したら、この左足をあまり使わないように、ちょっと一回開いていく、左足を開いて。で、そのまま足を伸ばしちゃいます。で、そうすると、あまり左足で体支えられない。その状態で、お尻はもう片足。左の足を上げて、ずっと下ろして近づけて。はい、休みましょう。両方のお尻に乗っけて。で、顔の向きはどうですか？さっきお話した顔の向き。じゃあもう一回同じ姿勢に。今度は両方の足でしっかり支えましょう。で、左腕を顔の前で伸ばして、で、その腕をさらに前の方に伸ばす。そうすると左の座骨にはどういうふうな動きが左の股関節が前の方に出てくるの分かります？はい、十分でしょ。休みます。もう一回片足。で、同じことをちょっとやってみましょう。で、その時に、左の腕を伸ばしてみる。前や。その時に顔はどっちを向いて戻して、顔が今向いてる方向と逆の方向に向けてみてください。ちょっとやめて。簡単な、左とは見ていない顔一体でもこうやって、でもうあんまり大きく、どうでしょう、行ってみましょう。だからさ、腕が前に行ってません。また右肩が止まっちゃって、右肩が後ろに行かないと左肩は前に、そうそう、もっとちっちゃくし、だけどもちゃんと、中野さん、また動きが大きくなっちゃった。ちっちゃくてもいいから、はっきりやってことを明確にし、どっちも動くようになりましたね。じゃあ両方の足に座って、ちょっと足振るってみましょう。楽に疲れてきた。お尻はどうでしょう。じゃあまた肩尻にも、左手を天井の方に伸ばしてくる。楽。そしたらば、顔をゆっくりと、左の脇の下を見るように覗いてみて、で戻します。で、それを繰り返してください。力入れない。手はそこに置いといて、少しは動いていい。そうです。背骨を曲げなくちゃ。そうすると左の股関節はどちらの方向へ動く。後ろでしょうか、前でしょう。古川さんもはっきり左の股関節が後ろに行って、もうベッドに乗っかりそうになった。はい、一回休みましょう。じゃあ同じ ただし いいんです。いいの、同じ格好に行ってください。左腕上げて、で同じ動きを一回やってみましょう。で、戻った時に今度は顔を反対に、右の上の方を見、右の肩越しに上を見る。そうです。そうすると今度は、左の股関節は前の方に行く。野田さん、もう少しね、左の股関節、わざと前後に動かして、前と後ろ。いいですね。休みましょう。両方のベッド、ちょっと顔を横に右の方に倒して、左の方とどっちがやりやすい？はい。じゃあもう一回また、片尻に戻ってくる。同じ左で、右の方に頭を、体を倒して何回かやる。で、その時に左の座骨、下の方へ、ベッドに近づく、床に近づく。野田さん、左の座骨は浮いちゃっても、そう、逆逆。で、力入れない。それができないと、
疲れたら休みましょう。じゃあもう一回同じことやります。一回だけ、右の方に曲げて、そこで止めてください。そしたら頭だけもっといきます。で、手は天井の方に伸ばして、で、その状態で、一回ちょっと戻して、首をね、左右にゆっくりと回転してできますよ、ね。そしたらまた左手上げて、で、右に傾い曲げて、で、左のお尻は下がりでしたよね。はい。その状態で首を左右に回転させて。いう、さっきみたいに回すだけです。そうそうそう。だから、左の肩越し、後ろを見て、今度は右の脇を見るよ。そうするとだんだん腕も動いてくる。で、少しずつ後ろを見れるように。うん。後ろを見るときは左肩が欲しいんです。野田さん、頭がもうまっすぐになっちゃって。今やって、これでやってね、もう一回って、大事な人がこういう。で、どんどん、左肩越しに後ろを見える。そのためには、胴体も回転しなくちゃいけないし、左の座骨も後ろの方に、左の座骨は前の方だ。うん、ルカさん、座骨の逆。例えばね、そうで、力入れないで。だからさ、いつも繰り返し言うんだ。諦めるって言葉は面白くって、諦めるのと明らかにするのはもともと語源が一緒らしい。明らかになるから諦められるんだ。野田さん、左の股関節が逆方向に動かないといけない。ないでしょ、一回する。じゃあ今度はお尻を逆にしたい。うん、左を乗っけられるようにして。あ、じゃあ私、違う。なんでこんな顔、この右足だけで。あ、だ。なんでこんなに。あ、さ、そういうね。なんかすごい言い訳だけど、いいみたい。じゃあ、大体同じことをやります。ちょっとその状態で、今度は左の方に体を傾け、左ので戻して。その時に右のお尻が床に近づくか離れる感じ。中野さん、右のお尻がね、ちょっと待って。十分に出てないんですか。まず座骨のために。あと半分。それで右の方に頭を、あ、ごめん、左だ。で、その時に右の座骨が床に近づくかどうか確認して戻して。中野さん、はっきりもうできてる。その同じことが、右腕を天井に伸ばしてもできるかどうか。古川さん、お尻もう落っこちそうだけど、大丈夫。古川さんの動きを二人で見てみましょう。どのくらい左の脇が伸びたり縮んだりする。すごいです。どうぞ。じゃあ続けましょう。古川さん休んで。お二人ともいいですね。だいぶ良くなりました。こっち側は逆にいいのかもしれない。やりやすい。じゃあ休みましょう。両方お尻乗っけ。じゃあ今度は、左腕を前に右腕を前に先に伸ばして、これで右の股関節がはっきり前後に動くわけです。前後、中野さん手は伸ばしたままです。で、左の肩を後ろにいて、うん、これは分かりました。で、顔はその時にどっちの方向向き、うん、手を目つぶってください。そうすれば見なくなる。そしたら顔が自由に動く。そしたら顔の方向を逆にしてみて、で、手は突然伸びなくなる。止めて休み。分かります。で、これは届かないときは、じゃあまた肩尻に戻って、右腕を天井に伸びて、ゆっくり左の方に曲げて、その時に右の股関節が天井に近づく。ごめんなさい、逆だ。床に近づく。で、戻して、うん、中野さんいいです。ただし、中野さんちょっとこっち、ただし大体左の、さっき顔が下を向く、顔、そうです、中野さん、そうです。ただし右の股関節が下を降りてない。そう。はい、休みましょう。皆さん楽に今やってますよね。このことを単に頭を左に曲げながらやって、うん、頭を一回止めて、で、左の脇を縮め、右の座骨、そこで止めて、頭は左向きですよ、左の方。うん、その状態で頭を回転させると、一回は、右肩越しに後ろを見て、反対に行った時には左の脇を見るように、左の脇の下を、そして右の肩越しを見る。長野さんできてる、できてる。長野さんだけど、左の脇の下見てない、左の肩越しに見ちゃう。もっと下を覗かないと。そうできてる。そうです。うんうん。で、後ろ見た時に右の座骨が後ろ行っちゃダメです。右の座骨は前に出ない。逆、もう一回後ろ見て、右後ろ見て、その時に今座骨が右の後ろに行ったの分かります。座骨が前に出る。そうちょっと難しい。まあだんだんやって、はい、十分でしょ、休み。で、楽に体を、頭を右に倒したり左に倒して、どんな感じでしょう。左右に何か違いがあります。中野さん、それは首を回転させる。今やってほしい、横に曲げることで、脇腹が、縮まったり伸びたり。はい、休みましょう。そしたら今、中野さんが回転、右と右を見、楽になりました。もう自然に上半身がついてくる。中野さんもついてくる。中野さんはもう普段、もう明らかに首でしか動かしてない。今はちゃんともう自然と上半身が。野田さん、まだ顔が下向いてるの分かります。
はい、事務所終わりです。ちょっと歩いてみて、ビデオに撮れなくなる。うん、どんな感じですか？足が、動きが変わった。じゃあ3人並んで止まって、じゃあ右の肩越しに斜め上を見て後ろを見、そうです、で戻して、どうですか？うん、古川さんまた顔が下向いてます。で、じゃあ反対に左の肩越しで、左の肩越しを見た時、左の脇が開く。今肩越しに上、斜め上を見るんです。したら野田さんね、野田さんはね、野田さんはこう左を、でもそれはね、意識的なもんじゃなくって、まだ顔が下を向きたがって、要するにこういう状態なんですよ、やりたいの。だからじゃあゆっくりと両手を床に近づけてみる。で、あらら、みんなスクロール戻して、普段つきます。で、私はね、手のひらをベタッとつけて全員できるはず、私もできる。皆さんね、よく思い出してください。そんなことを日常生活でやります？野田さんだけはちゃんとうまく膝を曲げてるんで、私はだから全員できるはずです。何回かやってみましょう。それもうね、ってことはね、もう皆さん暗示にかかっちゃった。どっかの体操で前に体を曲げるときは膝を伸ばしてやんなくなっちゃった。その暗示を解くのがこの、うん、でも、もちろんあるときはそんな曲げる必要ないから膝伸ばしたもそれは悪くない。だけど前はここでいいはずなんです。前はね、じゃあもう一回歩いてみましょう。楽で、上見て、右見て、左見て、下見て、で顔が常に少し上向きであるよ、戻ってください。で、右手を天井の方に上げて、で歩いて、顔は見てる必要ないです。好きな方、手を上げたからといって顔がまっすぐ上を見てる必要ない。顔は右も左も上も下もいろんなとこ見て、で右手下ろして、今度は左手、いろんなとこ、自由、もっと天井見えるかもしれない。はい、ストー、今なんで歩きな、歩き、はい、じゃあ終わりにしましょう。お疲れ様。